皆さん、こんにちは。LI の矢吹廉です。LI ラジオ、今日は農業と税金についてお話ししたいですけど、まあ、農業と収入でもいいんですが、あの、よく日本の原風景とか、あの、残したい日本の風景みたいなのに、棚田って出てくるじゃないですか。棚田っていうのは、えー、っと、山の斜面を削って、 で、田んぼを作っているような、それを棚だというんですけど、通常、米作りっていうのは、あの、まあ、古くからね、当然行われてますが、平地に水を張って作るっていうことが当然のあり方だったんですよ。それが一番やりやすいんで。で、川から水を引き込んで、 稲作をする、米作りをするっていうことをやっていたんですがこの武士の時代になって棚田っていうものが作られるようになりましたこれって農民の方々が農家の方ですよね米を作る場所がないからそういうところにも田んぼを作って で、農業に取り組んでいたというような話ではないんです。これ何かっていうと、武士がたくさんの税金、年貢を納めるために、平地以外の場所も開墾して、田んぼにして、たくさん米を作って、納税させよう、年貢を納めさせよう、 ということで始められたものなんですよ。あの、普通に考えたらわかりますけど、川から水を引くときに、平地に作った方が明らかに楽じゃないですか。山に棚田を作るってことは、その山の上の方の水源から、下に下にと水を田んぼの中を流していかないといけないわけですよね。これすごい大変だし、 すごい自然破壊なわけですよ。山の木を全部切って、まあ普通の山の斜面を露出させるわけですよね。そこをだんだんに切り刻んで、階段のように切り刻んでいって、水路も作って水を上の田んぼから下の田んぼに全部流れるようにしなきゃいけない。そして階段みたいにするので、一つ一つの面積がたくさん取れない。 それが棚田中なんですよ。市の交渉って皆さんご存知だと思いますけど、武士が偉くて、農民が税金、年貢をたくさん納めて、そのたくさんの年貢があるところがたくさんの武士を雇えて、他の藩とかいろんなところと交渉も有利だった。 ま、これはあの、昔、米っていうのは、お金のように、小判、大判小判とか、そういうものの次に、やっぱり塩とか、米とかが、え、取引の、あの、材料だったので、米がたくさん取れたところが、影響力を持ったり、交渉を有利に運べたっていうのはもちろんあるんですけど、農家が、どれぐらいの、 税金、まあ金じゃないですけど、米をね、年貢を納めさせられてたかっていうと、まあたい4割から取れたかの4割から5割っていうのが一般的なんですが、すごく悪でいところでは9割とか取られてたところがあるんですよ。そのほとんどが納めなければいけない。あの、よく、 えっと、時代劇とかね、テレビで、あの、侍、お城の大将、そういう映画とかいろんなドラマとか、ドキュメンタリーとかいろんなの出てくると思うんですけど、まずお城に侍大将がいて、その下に古文の家来の侍たちがたくさんいるじゃないですか。つまりお城勤めの侍ですよね。あの人たちどうやって暮らしてたかっていうと、 うと農家の納めた年貢から米をもらってたわけですよ。まあその他にもあのゼニーと呼ばれるそういう金をもらってたわけですけど要するによく金品とかいうのはそういうことなんですけど金や金金っていうかあの金属や、えー、米をもらったりしていたと。これたくさん 農家が税金を納めないと、年貢を納めないと、この人たちを養えなかったわけです。お城の中にはたくさんの侍を抱えていて。で、これって今の仕組みに例えると何かっていうと、役所なんですよ。市長や知事がいて、その下に役所がありますよね。 で、議員たちもいるんですけど、その役所の人たちを全員、今でも、税金で雇ってるじゃないですか。それと同じなんですよね。で、まあ、その、役所にやりたい放題やらせないように、あの、議員とかが、それぞれの地域から、あ選挙によって選ばれたそれぞれの地域から、あの、送り込まれてるわけですが、まあ、今となってはもう議員がやりたい放題やってて、めちゃくちゃになってるっていうのもあるんですけど、 この仕組みって昔からずっと変わってないんですよね。結局、今も昔も年貢、税金というもので成り立っていたわけです。お城、この自治体なりが。で、これをさっき一番最初の時に言いましたけど、農民たちが、農家が自主的にこれを作ってたんじゃないんですよ。年貢をたくさん取られてしまうから、たくさんの工作をしなければならない。 という理由で、たくさんの田んぼをやらなければいけなかった。酷使されなければいけなかった。と同時に、お城は、要するに年号を受け取る側は、農家にたくさん作らせないと、自分たちが困る。もしくは他の藩といい取引ができない。ということで、平らな部分だけで米作りをさせてたんではダメだ。農家をもっと酷使して、 斜面にも作らせろ。ということで、棚田っていうのが始まったんですよ。この、棚田の作る作業にも、農家が借り出されたり、お金のない人たち、その貧しい人たちが借り出されて、山の木を全部切って、そこを造成して、階段状に段々にして、で、水路も作らされて、で、 さあ、ここで米を作りなさい。ということで、そこでも働かされた。っていうのが、棚田の事実なんですね。これ、今の世の中と、この昔の世の中と、何にも変わってないですよね。多額の税金、多額の大量の年貢、米を納めさせられる。いつも、 大変な思いをするのは農家だったり下の人たちなわけですよ。だからこれに反発して農民一揆とかが起こったわけです。年貢取りすぎだろと。俺たちの生活貧しいのにお侍たちは遊んでやがるとか、あまりにも取りすぎだろとか、全然生活良くならないじゃないかとか、そういうことで農民一揆っていうのが起きたわけですよね。 各地で。まあ、それをまた封じるために、いろんな、あの、農具とかも制限されたわけですけどね。一気を起こさせないように、武器となるようなものは持たせないようにしたっていう。ま、あひどい話ですよね。徹底的に統制して、どんどん吸い上げようっていう。これ今の世の中も、昔も変わってないんですよね。 だから、この風景の部分とか、景色の部分だけで、まあその破壊された山の自然環境を残したい日本の自然だとか、美しい日本の原風景だとか、そんな風に言ってますけど、完全破壊されたものを残しているような、負の遺産みたいな状態なんですよね。で、その背景っていうのもそういう歴史的な背景があって、 年貢をたくさん収めさせるという目的でこの棚田っていうのが作られていた。まあそういうことをよく考えていただくとこれからどういうふうにしていけばいいのかなっていうのがだんだん見えてくるんじゃないかなというふうに思います。あ、ちなみにこれから水を張って田んぼに稲を植えるっていう 稲作のあり方自体は問われてくる時代になってくると思います。なぜならば水田っていうのはすごくたくさんの、えー、メタンとか温室効果ガスを発生させるというふうに言われているんですね。で稲っていうのは水田じゃなくても畑のようなところに植えるんでも育つんですよ。 おかぼとかっていろんな地域で言われたりするんですけど、そういう作り方もあるんですね、実際。なので、水を張ったところ、田んぼに稲を植えるというやり方から、多分畑のようなところに稲を植えるということに切り替わってくるんじゃないかなというふうに、 えー、l ア a では考えていますし、そういうことを自分たちでも模索し始めています。ただ、今のところ、この稲っていうのもどんどん品種改良されているんですけど、いろいろな名前ありますよね。コシヒカリとか、秋田小町とか、そういうものっていうのは全部、これ品種改良されたものなんですけど、こういうものは水を張った田んぼに、水田に、 え、米を作っていくということを前提に作られて、その中で美味しいというふうに言われるように改良されてきた米なんですよ。だから今それをそのまま、えー、畑に作ったとしても、美味しい米が作れないというふうにも言われているんですね。だけどそこはやっぱりそれは全部品種改良ですから、結局その畑のようなところで作っても育って で美味しいというものがこれから開発されるようになるんじゃないかなというふうに思っています、えー、これ水田とか稲作のことについてちょっと追加でこの部分をお話ししたいなと思ってえ取り出しました、えー、いつもあの農業とか自然環境とか動物の観点からお話ししましたけど 問題っていうのは大抵いろんなものがリンクしています。もちろんどこから解決していっても世の中っていうのは少しずつ良くなっていくんですが、LIA は自然環境や動物の観点から社会問題に取り組んでいます。今日のお話いかがだったでしょうかご聴講いただきありがとうございました。ではまた。